はいどうも、エルザです。それではサイバーパンク2077やっていきたいと思います。さあ、やっと発売しましたね結構延期だったんで楽しみであったんですけど、やっていきたいなと思います。ちょっと設定いじったりとかしただけなので、それではニューゲームからだね。今回やるのは、最高難易度のベリーハードと、この難易度に挑むのなら覚悟を決めろ。キャラクター育成やアイテム環境など最大限に活用できなければ B に生き残る術はないと。さあ、ドルディコッカーってことなんだけど、さあ、ノーマッドはバッドランズを放浪し、スクラップは漁り、燃料し、貯蔵庫を襲撃すると。結構ね、一人ぼっちな感じだよね。で、ストリートキッドはナイトシティになるのかの方に最初からいるような設定になってるのかな。で、コーポレートが高機能のキャラという感じかな。身分的にはね。なんで身分で分かれていく、ストーリー分かれるんだけど、今回はノーマッドをやっていきたいと思います。さあ、ここからまずは見た目だね。今回女性でいきたいと思いますんで、ちょっといじってきます。はい、ではキャラクター決まりました。赤髪だね、の女性で今回いきたいと思います。トーリナは B と、で今回ノーマッドでいきたいと思います。それではスタート。お、始まったね。あー、動いてる。あー、綺麗な赤髪。ワッペンを外す。ワッペンらしきものは見えないけど、あった。あれ、副バグかな。来た時は大したことないって言ってたのに、すぐ治るって。さて、サイバーパンク2077へようこそ。ナイトシティが初めての場合は、チュートリアルを通してゲームの基本仕組みを学ぶことをお勧めすると。間違った。気に入らないなら予想を与える。怪しげなノーマットを歓迎する奴はいないがな。まあ、やっぱ野良みたいな感じなのか。イケス感がな。そしたらエンジンを調べる。分かった。どいて。おい、どうだ、ギブアップするか。そしたらカップリングをバイパスするか。カップリングをバイパスして配線を直結させる。それじゃコンプレッサーが止まらなくなるぞ。あれ、今抜けてなかったよねやべえね、やっぱバグ多いなこのゲームね。あんたの意見は聞いてない。あんたの意見。なんか飛ばしちゃった。まあいいや、じゃあ乗ろう。まあ話聞いてないからね。一か八かね。エンジンをかける。だから言っただろう。そう、今回ね、決定ボタンが四角なんだよね。エンジンをさらにかける。諦めろ。んー、じゃあもう一回かかったね。やったな。問題はいつまで持つかだ。ナイトシティまで行ければいい。着いたらまた考える。そうかい。じゃあ無線局につなぎますか。ボンボロだからな、アンテナもちゃっち大して拾えないと思うが。あ、そう。ん、なんかいるね。マイク、客がいるとは珍しいな。1、2時間ほど経つから、てっきり挨拶したもんかと。まあ気にしなくていい、後で話そう。普通町に来たらまずは保安官に挨拶。一般常識だろう。コーヒーでも飲みながら何しに来たのかを話すもんだ。なんかいけすかねえなただの通りすがりだから。別にお会いするつもりはない。それじゃ質問の答えになってないな。俺はアンドリュー・ジョーンズだ。知ってるだろう。いや知らない。知らない。前の戦争じゃ特殊部隊にいた。シルバー将軍に聞き覚えは。いや、ないね。全くない。
愛想のないやつだ。ノーマッドの車か。案の定だな。なんか文句ある？まあ直したらすぐ出る。直したらすぐに出ていく。ああ、ぜひそうしてくれ。俺はノーマッドってやつらが死ぬほど嫌いなんだ。お前のクランはどこにいる？ああ、私は一人よ。クランもキャンプもない。私は一人よ。嘘だな。ノーマッドはいつも集団でいる。うちは解散した。だからナイトシティに行くの。はぐれ者の中のはぐれ者か。そしてここもお前の居場所ではない。そうだね。なんで気づかないけど、まあ下手に出ようかね。ねえ、電波塔を使わせてほしい。来る途中で電波塔を見た。アンテナがダメになったから無線を使わせてほしい。俺はお前に消えてほしい。死ぬほど言わずにな。これ以上心をうろつかれると目障りなんだよ。そうだね。ドアを閉める。権力を振りかざすのは気持ちいい。権力を振りかざすのは気持ちいい。なんだと？何か言いたいことがあるのか？別に何でもない。調子に乗るなよ。弾けないのか。弾きたかったなと思ったけど。さて、ああ出てる出てる。こっちか。ああ変わるね。画面も変えれるんだね。んで飛ばしに通。意外とブレーキ機能はそんなにだね。ここか。開けちゃって、いや蹴るのか。あれ、ナイスケリー。上だね。いやーすっごい綺麗だね。眺めは最高だね。期待ができるな、ナイトシティ行った時。で、ああこっち行き止まりね。上か。よし着いた。これか。無線局につなぐ。もしもし。もしもし。もしもし。ああ、やっとつながった。ウィリー・マッコイ、声が聞けてよかった。俺もだと言いたいところだが。助けてほしいの。最後にもう一度だけ力を貸して。これで何度目だ？運び屋の仕事を受けたんだけど、依頼主の場所がわからないの。待ち合わせの時間と場所はちゃんと守ったんだろうな。車が壊れたの。カップリングのせいで車がダメになってここまで来れたのも奇跡。とにかく依頼主が伝言を残してるか調べてほしいの。わかった。これが本当に最後だぞ。そいつの名前はジャッキー・ウェルズ。あったぞ。農場で待ってるとさ、位置情報を送る。おお、ありがとう。農場か。ここに切るよ。ああ、じゃあ達者でな、B。二度と連絡するなよ。二度とね。はい、ありがとうさん。じゃあ行きますか。おお。こっちは降りれる？お、いけるね。そしたら、わあ！いやー、普通に。まだ降りないといけないね。こっちから。てか、めっちゃライフ食らってるし。よし、行こう。おー、すごい。こういうのぶつかったら当たるのか。二段ジャンプはさすがにできないね。乗ろう。ライフは110か。
ことっすね。で、こっちだよね。700m か。まあ、それなりに離れてるって感じだね。めちゃくちゃ綺麗だよね。危ない危ない。まっすぐで、めっちゃケツ振るな。こんなケツ振るとは思わなかったな。200、そしたらそろそろ、結構ハンドル効くね。さあ降りましょう。中にいるみたいだね。農家に転職する必要はなくなったようだな。お前が例のやつか。そうそう。ジャッキー・ウェルズ。あんたがウェルズ？ジャッキーでいい。ビーよ。で、運ぶのはその荷物？俺の地元じゃよ。仕事の前に少し自分の話をするんだ。習慣っつうか、マナーみたいなもんだな。どうしようかな。お先にどうぞ。じゃあ、あんたからどうぞ。生まれも育ちもナイトシティ、ヘイウッドの出だ。ナイトシティには行ったことないからよくわからない。そうだな。全員が兄弟でもあり、姉妹でもあり、いとこでもある。そんな場所だ。わかるような気がする。いがみ合うことがあっても家族には変わらない。その通り。あと全員が銃を持ってるな。お前は？私も似たような場所の出身よ。お前とはうまくやっていけそうだな。ブーツだ。そうだね、車に積みましょう。じゃあ車に積みましょう。了解だ。何入ってんだろうね。なんかあるじゃん。取れた。正直もう来ないのかと思ってたぞ。問題が起きたの。あんたを探すのにも苦労したし。なるべく目立たないようにしてたんだ。保安官はめんどくさそうな野郎だったしな。めんどくさかったよ。で、トランクに積んでもらって。重てえな。よし、じゃあ行こうか。じゃあ出発するか。うん、じゃあ行きますか。いやー、ケツめっちゃ降るな。 300m 意外と近いね。荷物の目録は持ってるの？当たり前だ。フェクサーから詳細を聞いてないのか？ああ、確認しただけよ。おいおい、俺たちはお互いプロだろ、アミーゴ。仕事には慣れてんのか？何、緊張してるの？俺は？まさか。めっちゃ緊張してるよね。いや、実は少し。やっぱり。やっぱりだったね。検問所通るのか。でも密輸バレそうだよね。宗教はこの先だぞ。どうすんだ？何も、スキャンさせて書類を調べさせる。全部私に任せて。すげえ、めちゃくちゃ綺麗だな。車両から出ないでください。まもなくセキュリティチェックを始めます。なんか嫌な予感がするぜ。目録を貸して確認したい。ほらよ。よし、ちゃんと LOA になってる。どういう意味だ？到着時紛失、宗教を超えると同時に紛失扱いになるってこと。それじゃあ密輸だってバレるんじゃねえのか？すぐにわかる。密輸を堂々とするのか。
さらに取り調べをするので来るように。チンガーだマドレイ、どうすんだ賄賂のお金は。心配しないで、職員に賄賂を渡して目をつむってもらうのよ。クレジットチップは持ってるんでしょ。ああそうだったすっかり忘れてただと思った。そんなことだろうと思った。とんずらするつもりだったな。万が一のためにエンジンはかけたままにしとく。そして万が一ね。持ってる武器はここに出せ。おい、あ、いい銃してるね。リボルバー系っぽいテイストだね。2号室だ、入れ。2号、はいはい。なんかいるね。そこに座れ。はいはい。書類を。手順は知ってる。手順は知ってる。全部揃ってるでしょ。そいつはどうかな。これから確認する。うん。荷物の中身は何だ。書いてあるでしょ。これで全てか。賄賂渡そうだ、これを忘れてた。一つだけ目録に加えるものがある。ほう。で、どこのクランのものなんだ。あんたには関係ない、クランには関係ない。あー、どっちもどっちなんだよな。あんたには関係ない。あんたには関係ないでしょ。関係ないね。お前のような奴が来るたびにこちら側の人間でよかったと心から思うよ。私もそうよ。行っていいぞ。同伴者は車内で待ってる。はいはい。所持品を持っていけよ。はいはい。銃くださいな。あまり危ない真似はするなよ。ナイトシティへようこそ。ナイトシティは楽園か何かと勘違いしてるんじゃないのか。仕方ないだろう、ガキが多いんだから。まあ横でそんな言われてもな。あれ車、ああ、あったあったあった。どうなったんだ。いいから早くここを離れましょう。ああ分かった。ジャッキーの運転か。なんかあんまいい感じはしないけどな。ちょっとナイトシティ見えるね。で、中で何があったんだ。ああ、嫌な予感がする。嫌な予感がするとだけ言っておく。なんか引っかかることでもあったのか。少しね。随分と意味深じゃねえか。とにかく運転に集中して。誰かがこっちに来るぞ。やばいんじゃねえか。来てるね。今すぐ飛ばせ。飛ばして、ジャッキー。任せろ。やばい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 。お前たちが運んでいるものは企業の所有物である。バラしたか。車を止めろ。くそ。でもどうやって逃げる。はいはいはい。戦闘、武器を抜く、武器をしまって、座席に戻る、二度押し。基本打てるんだね。そんな照準が合わせれるかっていうとちょっと微妙なところだな。いやー、壊れるかあれ。実行不可かよ。三角二度押しの話はどこに行った。よーし、ヘッドショット決まった。
ばいやばいやばい。なんで OK？ まだ来てるな。まだ戻れない。いやー全然当たってねえな。なんとか。生きた心地が知らなかったぜ。とにかく先を急ぎましょう。誰もいないよ。振り切った感じだね。ここで止めよう。先に進む前にやることがある。透明かったよ。捕まるところだったじゃねえか。これのどこが密輸だ。チンガード、くそ、全てスムーズに行くはずだったのによ。私のせいだって言いたいの？こういうこともあると。落ち着いて。こういうこともある。なんだそりゃ、フォローになってねえぞ。私たちが荷物を持ってるって税関が企業に垂れ込んだのよ。クソ野郎どもが賄賂を受け取った上で俺たちを売りやがったのか。信じられねえ。賭けに出たのよ。私たちにクランがついてないと見破られたのね。納得いかねえ。ねえ、どうすんだ。それはこっちが聞きたい。それはこっちが聞きたい。報酬も払わないままずっと文句を言い続ける気？実を言うとよ、今金欠でな、すぐには払えない。企業のおもちゃを届けてこの山を片付けりゃお前に渡す分ができる。私が黙って待つと思ったわけ？いや、本当は一切払わずに宗教を超えたらとんずらするつもりだったんだが、お前を気に入った。私を正直なのはいいことね。正直なのはいいことね。まあ、とりあえず揉めてもね。おうよ。次はどうしようか。中身を拝んでみようぜ。おお、拝むの？開けてくれ。んじゃ、わかった。なんだろうね。そうでしょ、あらさかって書いてある。まさか相手がこんな大物だとは。その分手に入る金もでかいはずだ。お、うお、本物のイグアナだ。確かレッサーアンティルとかいうやつじゃねえか。売ろう。ああ、じゃあこの時代はもう生き物はレアなんだ。二人で一儲けしてやろう。二人？相棒だろ。金は山分けだ。それなりのフィクサーならこいつを欲しがるやつを見つけてくれる。本当は飼いたいけどな、ペットが欲しくてよ。マニーって名前まで考えてたのに。ところで、ナイトシティで何するかはもう決めてんのか？特に決めてない。ここ数年はノーマットのファミリーと州を行き来して過ごしてたけど。どこかで帰りを待っててくれてんのか？いえ、別の道を歩むことにしたの。帰る先がないってのはつれえよな。まあ心配すんな。俺が住む場所を探すのを手伝ってやるからよ。頼れる仲間、家族は誰にも必要だ。お前もナイトシティでそういうやつが見つかるといいな。ありがとう。助かる。気にすんな。これも何かの縁だ。それにお前とは気が合いそうだしな、相棒。ちょっと。かわいいよしじゃねえか。ジャッキータクシーしようか。このトカゲを連れて出発しましょう、相棒。
マジミスタンダー。さあ今日も夢の街で新たな一日が始まるぜ。俺はこの街が大好きだ。どれくらい好きかっていうと、たまにコジーに顔を出してはタバコをせがんでくる母親と同じくらいにな。今日もまた何百人と新参者がここにやってくる。だが1年持つのはせいぜい半分だ。それも当たりの年ならな。連中は何をしにナイトシティに来るのかって、そりゃ次なるモーガン・ブラックハンドやウェイランド・ボアボアみたいなレジェンドになるためにさ。俺リスクがでかけらでかいほどリターンもでかいって言うしな。だがメジャーリーガーの選手生命は短い。炎ってのは勢いがいいほど燃え尽きるのも早いもんだ。その前に鉛玉を食らう可能性だってある。この街の伝説が集まる場所を知ってるか。墓地だよ。伝説になるには出身も身分も関係ない。お前が本物ならチャンスはあるさ。ナイトシティはそう夢の街だからな。ターゲットの女はこの建物のどこかにいる。誘拐した連中と出くわすかもしれねえ。中に入ったら警戒を怠るなよ。おっと、その前にミリテクの訓練用チップを手に入れたんだ。ほらプロフェッショナルだって本番前にはリハーサルをするもんだろ。仮想訓練ってやつだ。リハーサルね。やってみるか。うん、やってみたいけどそんな時間はない。今はそんな時間ないでしょ。後でね。まあそれもそうだな。じゃあまた今度ってことで。よし行きましょう。というかあれから半年経ったのか。エレベーターこっちだ。銃ね。あれ？あ、押せた。ん？ティーバグ。ターゲットはサンドラ・ドーセット。数時間前から生体モニターの反応なし。すでに殺されてる可能性もあるけど頑張って。頑張ってじゃなくて頑張ろうだろ。バグ、現場にいなくたってお前もチームの一員なんだ。チームね。はい。落ち着いて。二人とも落ち着いて。仕事中よ。そうだぞバグ、集中しろ。お、着いたっぽいね。あ、すげえ、二丁拳銃か。アイテムゲット。1237を探して。ターゲットは中にいるはず。ね、でも生体モニターは確認できない。手遅れじゃないといいけど。これだから精神に関わる仕事は。ドアをハックして急いで。 B 開けるぞ。ここか。よし、ほい、ハックして。静かにね。ステルス系かな。わかったか。B、こいつがターゲットか。ターゲットのサンドラ・ドーセットはエシロン2の企業特権で保護されてる。つまり相当なお嬢よ。でもこれはゼータテックのコピー品ばっか。闇改造によくあるやつね。この子じゃない。捜索を続けましょう。 B、前方に注意しろ。いるぞ。いるね。
近づいて四角でグラップル。はい、いらっしゃい。いいね、そのまま入れるのはスムーズでいいね。気を抜かないで、まだ近くにいるから。ゴキブリの巣だな。B、来るぞ。今、チャンスを待って始末しろ。チャンスを待ってね。はい、この前に、ああ開けるんだね。バックパック、いや、イベントリで、あ、ダメージ上がるね。よし、これでいこう。奥か、いや、手前もいるね。さてさて、あー、いいね。めっちゃ足で引っ張っていくやん。なんかいるね、奥ね。オプティクス再起動、回路ショート。この辺りとか、あ、あるね。はいはい、なんかあるわけでもないしな。お？オプティクス再起動は？これ後ろ行けるんじゃね。おい、よっしゃ、決まった。もう大丈夫なはず。先に進んで。ありがとう。ターゲットは一体どこ？探して、絶対にいるはず。これでしまいだな。こんなもの、あ、結構ステルスうまくいったね。てか、ステルスしてるとステルスでポイントもらえるんだ。やったぜ。正直ダメかと思ったが、うまくいったな。うまくいきすぎだね。うまくいきすぎだね。結果オーライだ。ここ。なんなのよこれ。これではない。あ、こっち。見つけた。ターゲットよ。どう？まだ生きてる？今確認する。早く彼女の生体モニターにつないで。そうだね、じゃあつなぐか。サンドラ・ドーセット NC570442、 トラウマチームのプラチナ契約者ね。プラチナだったらよ、
くしゃみしただけでもトラウマが来るはずだ。信号が妨害されてるのかも。モニターがハックされてる。ファームウェアをいじったのか、神経ウイルスか。おい、ティブ、状況を見ればわかんだろ。こっちは急いでんだ。ぼんやり考えてる暇なんかねえぞ。近所のハックを使ったのね。オッケー、彼女の神経ポートにチップがあるはずだから抜いて。それがモニターの信号を妨害してる。おい、待った、今取り除く。モニターを確認して、何か変わった？サンドラ様、意識がある場合は回復隊員を取ってください。救助部隊が派遣されました。あと180秒でそちらに到着予定です。トラウマチームが到着するまであと3分。プレミアムプランにより推定費用の 90% がカバーされます。ひってえことしやがる。とりあえず氷から出してやろう。さあ引き上げ。やばい、くそ、死んじまうぞ。リー、状況を説明して。ジャッキー、A ハイポ、早く捨て。ほらよ、チーカ。これでやった。よし、外まで運べ。スカベンジャーどもが逃げてくぞ。奴らもトラウマチームとはやり合いたくないみたいだな。トラウマチームっていうのはそんな強いのか。外まで運べ、テラスだ。来た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 。おお、すげえ、エリアができてる。患者を床に下ろせ。あー、いっと、一瞬しか出ない。はい、後方下がれ、早くしろ。下がれって言って下がる前に押すんじゃねえよ。患者 NC570442 を確保、投与開始。こいつ許さねえぞ。近づいたら遠慮せずってきやがったな。そうだな、ほんとしながってけばよかったな。よし、脱出するぞ。エレベーターでガレージに出よう。はあ、ご苦労様。私は落ちるわ。それじゃあまた。なあ、B、悪いんだが、ちょっと車を借りてもいいか。前科あるからな。ST とデートなんだよ。メトロなんかで行ったら、格好がつかないだろう。しょうがない。今回は特別だからね。今回だけね。そうだ、ついでに家まで送っていこうか。お願い。それは頼むわ。私はもうクタクタ。ああ、それと我が子に連絡して仕事が済んだって報告しとけよ。報告か。我が子って日本語か。ティーバグ、ジャッキー、ああ我が子ね、岡田我が子。V、どないやった？依頼主は無事なんか？一応ね。一応ね、トラウマチームに回収されたからもう大丈夫なはずよ。そうか、ご苦労さんやったな。報酬は準備できとるで。なんならすぐ取りに来てもええけど、今はとにかくうちに帰らせてくれっちゅうところやろな。 NCPD がワトソンを包囲しとる。地区を丸ごと封鎖する気や。早めにそこを出んと捕まってまうで。ご忠告どうも。じゃあまたね。 NCPD がワトソンを封鎖するみたい。急がないと私たちも巻き込まれちゃうかも。大丈夫だ、俺に任せな。任せていいのかな。不安しか残らんな。運転してくれるのはこっちでいいのかな。いやー、なんとかなんとかね。はい、成仏遺跡、これがクエストってことかな。
っちゃ綺麗じゃん。ちょっと待った、ちょっとね、ちょっとカーラジオ切ろっか。ノリがいいんだけどさ、多分消さないといけなくなるから。ナイトシティは最高の街だ。いや、いいね。ただでかいだけよ。いや、他の街とは全く違う。モーガン・ブラックハンド、アンドリュー・ウェイランド、アダム・スマッシャー、レジェンドを生む街だ。でも基本横文字なんだね、ジャパンタウンっていう割には。漢字はないのか。しかし腹が減ったな。何か食いに行かねえか。ワトソンが封鎖されるってさっき言ったでしょ。あった、そうだったな。なあ、あれってくそ、勘違いじゃねえ。後ろからバンがつけてきてる。ああ、これか。いいぞ。嫌な予感がしてきた。撃つしかないよね。アベンジャーのレッジだ。ジャッキー、頼んだよ。どうした、早く撃て。撃ってるって。下がってろ。全然倒せないね、しかもね。おー、危ねえ。あれ、あれはどうしたら正解だ。あれは入り込むのか。なあ、あれってくそ、勘違いじゃねえ。次こそはバンがつけてきてる。まずいぞ。嫌な予感がしてきた。あれ、ちょっと待った、また銃が出てねえ。ジャッキー、頼んだよ。あれ、早く撃て。いや、撃ちたいんだけどさ。走ってよ。銃これひどいね。なあ、あれってちょっとね、まさかね。あー、武器外されてるんだ。そう、あれ、しかも装備させてもらえない。なんで実行不可って、なんで。うわー、マジか。くそ、勘違いじゃねえ。後ろからバンがつけてきてる。まずいぞ。嫌だよ。いや、装備できないね。いや、これはやばい。ジャッキー、頼んだよ。どうした、早く撃て。まっすぐ撃ちたいんだけど。撃ちたいのよ。撃ちたい気持ちはめちゃくちゃあんのよ。さあ、悪い。おお、なんか爆発した。ん、手応えせやがって。撃たせてくれない。撃ったりしよう。狙え。撃ちたいんですけど。あ、ガード自滅したね。お前の愛車を傷つけちまったな。すまね、B。いや、それは無理だと思う。今は無事に帰ることだけ考えましょう。あ、字幕も出てねえ。やべえな。さすがバグだな。いや、CD プロジェクトさんね、バグ多いのよ。いやー、一回バグった時の反動すげえなー。おいおい、限界態勢だな。歌舞伎についたね。あれ、通達があるまでワトソン地区から出ることはできません。どうもお姉さん、ちょうどあなたを探してたんですよ。はあ、それは一体どういう意味？優しそうなお姉さんなら分かってくれると思って、どうしても彼女の元へ戻らなきゃいけないんです。ああ、彼女？ええ、俺を待っててくれてるんですよ。これまで散々約束をすっぽかしてきて、今日行かないと振られちまうかも。それは一大事ね。お願いだから通して。人相は悪いかもしれないけど純粋な子なの。
通してやって。これで最後よ。わかった。行きなさい。ありがとうございます。それでは。演者だね。マジでこれでバグがなかったら最高な流れなんだけどな。丁寧に話すこともできるね。彼女はあんた気に入ってた。こっちかな。彼女に気に入られてた。きっと俺の真摯な態度に惚れたんだろうよ。そうね。誠実で一途に恋人を思い。はいはい。謙虚さも忘れないだろ。謙虚さね。まあまあ。また戻るだけという感じか。おお、なんか出てきた。ふわって出てきたね。早く、おい、さっさと仕上がれ。おいおい、あれ見ろよ。何の音？何やり合ってるぞ。そう、やばいぞ、いいから見えて。あの装備は？NCPD のエリート中のエリートことはマックスタックだ。そこへ、そんな部隊があるのか。ような事件があったのだが、あいつらじゃ相手にすらならない。はあ、終わったみたいだ。運の悪い連中だったな。あ、てか車がすごく強い部隊なんだね。そう、すごいね、綺麗だね。そろそろお前んちだ。あ、俺んちここ。あんたはヘイウッドに戻るのは難しそうよ。大丈夫だ、通してもらえるさ。本当に？うん、また丁寧なジャッキーの出番だ。丁寧なジャッキーね。駐車大丈夫かな。前科持ちだからな。お？いける？回って。じゃあ、 おやすみ。あ、そういう止め方ね。はい、またね。ミスティーによろしくね。ああ、じゃあな。さあ、ミッションクリアと。あ、レベルも上がったね。銃は装備できる。あ、できるできる。うわー、銃が外れるのは痛い。まあでもここじゃ撃てない感じだね。まあまあまあ、じゃあ今回ここまでとしましょう。はい、ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。まあこんな感じでやっていこうかな。まあできるだけ下水感じの選択はしていきたいけど、まあ普通に楽しみたいのもあるんで、ノーマド編楽しんでいきたいと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またねー。